ブレイバーたちの作戦が決定したそうです。今夜全軍をもって総攻撃だろ。そりゃそうだ、そりゃしかない。タイムリミットまでに精霊を打たなければ何もかも終わってしまうんだから。他に報告は？デメテルファミリアの隠れ家を見つけました。オラリオ新北のベオル山地、山肌に隠れるように建物が。デメテルのところには飢饉に備えた食料の保管庫があると聞いたことがある。7年前の大抗争の際に使った保管庫とは違う拠点か。どちらにせよ身を隠すとしたらそこしかなさそうだな。ホーム捜索の際、神デメテルの他に団員たちも姿を消していました。あの施設ならば戦力を隠し籠城することも可能かと。アスフィ、何ですか？怒らせると怖い豊穣の女神は冥府に近い迷宮の奥か、それとも終わりの時を見渡せる地上にいるか、どちらだと思う？知りません。ですがどちらにしても突入して調べるしかないでしょう。そりゃそうだ、隠れ家の方は俺も同行する。指示があるまで動くなとローリエたちに伝えておいてくれ。わかりました。報告はこれで終わりか？なら今度はこっちの用事だ。お使いを頼まれてくれ。これ以上の仕事は私も過労死する自信がありますが。この戦いに負けたら遅かれ早かれ死ぬ。我慢してくれ。この手紙を指定されている場所に届けてくれ。これは仕込みさ。戦いの勝率を少しでも上げるための。あとは都市門を開放しておいてくれ。都市門、どういうことですか？一般人の避難は間に合わないとガネーシャファミリアは判断しています。今開放しても後々必要になるさ。アスフィーがうまくやってくれればな。トリックスターを主に持つと本当に苦労します。俺はにわかさ、わかってるだろ。ご分を。さて俺も希望をつなぐか。もっとポーションを用意しろ。潮汐すぐや明人様を説得して負けたら終わりです。急いで。やあアミッドちゃん、何かご用ですか？ヘルメス様、ご覧の通り私どもは多忙を極めているのですが。釣れないこと言わないでくれよ。その格好、君もクノッソスの攻略作戦に参加するのかい？当然です。前回の進行に引き続き責務を放り出すことはいたしません。今度はファミリア全体でロキファミリアや他の皆様を癒し支えます。他にご用件はあるのなら手短にお願いします。お願いした例の件だけど、うまくやってくれたかい？ヘルメス様が素材を提供してくださったおかげで十分なマジックアイテムを作り出せましたが、うまくできたかと問われれば私ができる上での最善を尽くせたとしか。デアセイントがそこまで言うなら安心かな。で、経過は？上々ですが、何か？そうか、それはよかった。ヘルメス様、何を考えられているのですか？
何がだい？俺はただ君へ出した依頼について尋ねただけじゃないか。巻き込もうというのですか？私はヒーラーとして最後まで反対します。いや、止めさせて。アミットちゃん、俺はね、もう手段を選ぶつもりはないんだ。君も言っただろ、できうる全ての事柄を尽くすと。できれば温めておきたかったのが本音なんだが、俺も切り札を切るさ。ねえ、どうどう？お似合いだと思いますが。へへ、モンスターに褒められるってなんか変だけど嬉しい。何バカなこと言ってんのよあんたは。いいじゃん、せっかく新しいバトルクロス作ってもらったんだからさ。だからって溶け込みすぎよ。アリシアほど堅くななのも面倒だけど。やはりすごいですね、あなた方は。すごい？何が？戦いのための衣をこんなにも美しく、それでいて機能も持たせる。私たちには思いもつかないことです。そうかな。でもそっちはそのままでも綺麗じゃん。綺麗？私が？少なくとも面はいいわよね。団長に色目を使わないか見張りたくなるくらいには。使いません。それにしても少し変わった風合いの服ですね。ああ、これはね。アンチカースの装備系。はい、ディアンケヒトファミリア金星のバトルクロスです。アミットさんが忙しい中、生産に協力してくれました。もうイビリスの残党はいないそうですけど、カースウェポンを取り込んで呪いの力を使ってくる敵が現れるかもしれませんから。てめえが最近あそこに出入りしてたのは、こいつが原因だったのか。私はちょっとだけお手伝いしただけなので。それに体に不治の呪いを受けて、少しだけカースの知見もできましたから。ザクはザコなりに使い道ができたってわけだ。はい、ベートさんが助けてくれたおかげです。それに私ももう弱いままでいるのは嫌だから。アミットさんを見ていて思ったんです。彼女はレベル2でありながら都市最高のヒーラー。私もあの人みたいに、うん、全ては癒せなくとも大切な人たちだけでも癒しきって守れるようになればって。ふっ、吠えやがったな。吐いた唾を飲み込むんじゃねえぞ。はい。やれやれ、なんとか間に合ったか。ディアンケヒトファミリアから受け取った呉服を超特急で加工し、あつらえた鎧だ。わざわざお主が作らんでもよいじゃろう。それでなくとも準備で目が回る忙しさだっただろうに。
それが専属鍛冶師の契約というものよ。契約者の装備はすべからく手前が作る。誰にも譲らんわ。それにお主の防具であれば多少手落ちがあっても死にはせんだろうしな。さらっと恐ろしいことを言うでない、バカ者め。フィンの話では手前とお主は同じ部隊であれば、万一鎧が壊れてもその場で作り直してやろう。クノッソスでか、どこまで頭のネジが飛んでおるんじゃ、お主は。手前などまだまだ理性的な方よ。ダンジョンで神の頂に手をかけんとするような武器を打った無効密な大化け者に比べればな。何をさっきから言っとるのだ、お主は。なに、気にするな。ちょっぴり痛快なことがあっただけ。手前も少々高ぶっておるのだ。ま、心配するな。ごたごた言ったが、その鎧は自信作だ。ドワーフの馬鹿力にも耐えてくれよ。最初からみじんも心配などしておらんわ。この鎧でひよっこどもの命一つ残らず守り抜いてやる。団長、失礼します。すいません、お祈りの時間中に。いや、大丈夫さ。ガレスたちに邪魔されることだってあるし、そもそも鍵をかけていなかった僕が悪い。準備完了の報告か。はい、もう全員出れます。今もフィアナに勝利を祈願していたんですか。どうしたんだ急に。ずっと思ってたんですけど、嫉妬しちゃうなって。私はもちろん、フィアナの顔も、どんな奴かも知りません。でも、団長の中には、ずっと前からその女がいる。それが悔しくて、羨ましくて。だから聞きました。またフィアナにお祈りをしてたのかなって。いや、決別を告げていた。もう女神を目指すことはやめる。代わりに女神を超える光になる。だから見守っていてほしいと、そう伝えていた。今の僕は嫌いか、ティオネ。いいえ、惚れ直しました。なら行くぞ。神に勝ちに行く。はい。準備はできているようだな。リベリオ、正直に言おう。私は今回お前にこの戦いから外れてもらうつもりだった。え？ゼノスと組むこと、それがお前にとって何を意味するのかくらい分かっている。リベリオ。だがお前は自らの足で立った。私の心配など杞憂だったかのように。何があった？あの子に会ったから。あの子は前に進み続けてる。
いろんなものをたくさん抱えたまま。だから私も進むよ。そうか。なら、いつか礼を言わなくてはな。お前を変えたあの少年に。地上に帰ってきて、必ず。うん。私は、すべてを終わらせに行く。終わったで、レフィア。ステータスの更新は完了。レベル4へのランクアップや。前回まで保留にしとったランクアップをここで解放した。今日まで上げてもろたアビリティは全部エクストラポイントとなって反映されとる。魔力の最終アビリティは S の960。大したもんや。それからそいつをうちからのプレゼントや。ほんまやったらレフィーヤのレベル4ランクアップのお祝いにって温めとったもんやったんやけど、すまんな、こんな形で渡すことになってしもて。いえ、せっかく一緒に用意しとったうちの服もこんな形でお目見えになるとはな。レフィーヤ、ありがとうな。立ち上がってくれて。もう、自分は一人前や。誰が何と言おうが、うちが認めたる。決着、つけたろうや。今こそだ、今こそだ、姉じゃ。ハシャーナの敵を討ち、都市の平和を守る。落ち着け、イルタ。無理だな。そうだろ、かつての大抗争の時と同じだ。姉じゃ、私は死なないぞ。自爆されようが戦い抜く。アーディーたちの元に行くのはまだ早い。あなたを一人になどさせないぞ。私はこれまでもこれからも、都市を守る憲兵だ。バカ者。熱くなりすぎてつまずくなよ。みんなざわついてる。決戦の前だ。当然そうなるだろう。でも、私とリベリア、フィン、ガレス以外、みんなここにはいない。レフィーヤも、いない。第一部隊から第三部隊は地上から、第四部隊から第六部隊はダンジョンの9階層からクノッソスに突入する。大部隊の混雑による進行速度低下の防止、あとは何より、デミスピリットが潜む各地帯を最短距離で抑えるためだ。リベリアとアイズの第二部隊、ガレスと椿の第三部隊は地上から、僕とシャクティが率いる第一部隊も地上から進行する。ティオネ、ティオナの第四部隊、そしてベートと、レフィア、君たちは第五部隊、ダンジョンからの進行だ。レフィーヤも変わった。きっとベルと同じ。だから私もやらなくちゃいけないことを。
聞いてくれ。これより作戦を開始する。すでに通達している通り、各部隊は指定されたルートよりクノッソスに突入。それぞれが10層を目指し、目標の6体デミスピリットを撃つ。先に言っておこう。この戦いに富はなく、名誉もない。僕たちは誰にも知られることのないまま死地に赴き、見返りのない死闘に身を投じる。ここで散った者は、その勇姿を知られないまま名を墓標に刻むだろう。ディオニソスファミリアのように。これまで失われた命は、ただの犠牲になり下がりはしない。これから散りゆく命でさえも、決して犬死になどと呼ばせはしない。犠牲を見返りに生き残った者がいるというのなら、それは戦い続けなければならないものだ。終焉たる死と引き換えに、さらなる過酷を強いられた戦士たちだ。僕たちはこの命をもって、失われた命の意味を証明しなければならない。食材などない、断罪すらありはしない。そんなものを望む者が冒険者にいるものか。彼らの願いはただ一つ、ふざけたクソ野郎に吠え面をかかせろ。天の壮烈に加わった者たちの声と名を、僕たちだけは胸に刻み込み、この一戦を勝ちに行く。今、歴史は繰り返されようとしている。他ならない僕たちの手で、世界を脅かす破滅に抗い、人類を守り抜いた過去の英雄たちのように。これは語り継がれることのない物語。この戦いに富はなく、名誉もなく。故に僕たちは名前のない英雄となり、この世界を救う。千年の時を超えて、もう一度僕たちが下界平和の礎となる。ここに新たなオラトリアを記せ。行こう、すべてを終わらせるために。作戦を開始する。目標は魔城クノッソス。付近の肉の活動は完全に停止している。モンスターもいない。先へ進め。第一部隊は北へ、第二、第三部隊は北東と南東に、各デミスピリットが潜む十層の大空間へと進行しろ。ガレス、リベリア、あとは任せた。どうかしくじるなよ。自分の身を案じていろ、フィン。帰ったら
ロキ秘蔵の酒でたっぷり酌み交わすぞ。フィン、ガレス、負けないで。各隊それぞれのルートで10走を目指せ。6方向から進軍する。10層に存在するデミスピリットの数は6。この全てを相当しなければならない。警戒を払いつつ打ち合わせ通り最短ルートを進行しろ。おい、尻込むんじゃねえぞ。するわけないでしょ、団長にあれだけお膳立てをしてもらったんだから。私は今勝つためにここに来た。ならそのまま吠えやがれ。行くぞ。あ、これはそうだと、ワンド、まさかマイナですの。レフィア、チンタラしてんじゃねえノロメ。さっさと精霊をぶち殺さなきゃならねえんだ。使い物にならねえなら置いてくぞ。ごめんなさい、行きます。ナインヘル、あれが例のもんだ。わかった、任せろ。週末の前触れよ、白き雪よ。黄昏を前に渦を巻け。ウィン・フィンブルベトル。門の封鎖、確認。飛び込むぞ、進め。これは、あの気色悪い肉の迷宮から一変した。しかもこの空気、この感じは、まるでダンジョン。床に光の帯。いや、違う。マジックサークルだ。マジックサークル。これがロキの言っていた術式。六体の精霊をつなげる大円環なのだろう。なら、このマジックサークルを破壊すれば。いや、攻撃して魔力の流れを断ち切ろうとしても無駄だ。この床に走っているものは表層的なものに過ぎ、床だけではなく迷宮を覆うこの精霊の蘇生そのものが特大のマジックサークルだ。それではこの迷宮全てが魔法の媒介だというのか。明らかにこの10層の構造は違う。空間中に氾濫する魔素が凶悪すぎる。この場に足を踏み入れた途端、軽いめまいを覚えた。魔力酔いを起こしそうなほど、まさにオラリオを消滅させるに足る魔力の壺だ。聞こえる歌が。精霊の栄翔ってやつか。魔法なんか使えねえ俺っちにもわかるぞ、このやべえ感じ。この声、怖くて気持ち悪い。
この呪文が終わっちまえば俺っちたちの負けだ。急ぐぜ、栄翔の源に。やべえ、避けろ。壁が火を吹いた。みんな、奇襲狙われた。敵はどこ。ティオネ、前。まさかダンジョン自体が魔法を。あっ、やろう。これ全部精霊の仕業なの。レフィアとかリベリアの魔法くらいの威力あるよ。ただじゃ進ませてくれないとは思ってたけど、ふざけんじゃないわよ。ちょっと待って、モンスターの群れよりきついんだけど。まずい、このままじゃ。精霊の極を使え。精霊由来の護符は敵の魔力と反発し合う。各隊、椿たちが準備した精霊器で対応しろ。了解。防げる。この護符の旗なら無効化できるぞ。部隊を一箇所に集めろ。散らばるな。全員は精霊器を装備、敵の砲撃を防げ。展開するマジックサークルの色を見極めろ。即断して各属性の精霊器を持って防御。上級冒険者ならやってみせろ。僕を失望させるなよ。ロキファミリアに遅れを取るな。あのいけすかない勇者にすまし顔で応えてみせろ。了解。前進しろ。精霊が待つ大空洞まで突き進め。まさかこんな場所で瓶の用意させた装備が役立つとはな。つまらんものを作らせおった挙句、大いに役立っているではないか。使えぬものをあの生意気なパルームが用意させるものか。それはそうだ、違いない。うーん、憎たらしい。後で思う存分抱き枕にしてやる。魔法を放とうが、作りはダンジョンと変わらねえ。どこでもいい、傷をつけろ。ベートの言う通りにして、攻撃が緩む。はい。レフィーア。ユゼレイドファラーリカ。ランクアップしたとは聞きましたけど、単純な魔法の威力だけなら第一級冒険者にも。本当にすごい。すごいけど、今のレフィーアの力の源は
進むぞ。道が開けるぞ、大空洞だ。なんという体育だ。あれが目標だというのか。デミスピリット、なんというおぞましさよ。あまりにも奇怪だ。王玉の胎児が寄生しているのはグランドトレント。しかもあの様子だと、まとめて3体は取り込んだか。確かに気色悪いったらないけど、本命は上の方でしょ。アルカナル破壊、約束の大地、天空の救済、神の御言葉をもって将来する。デミスピリットの本体、団長の予想通り、あれが大秘術を準備してる。あの女の体の部分をすぐに落とさなきゃいけないんでしょ。私行くよ、ティオネ。地球出身の雷鳴のより、大暴者たる我が名はトニトリス、イカズチの化身、イカズチの王。2種類の栄章、上の精霊本体は大栄章を続けて、あの醜悪な柱の顔が近づいてきた邪魔者を殲滅する。一体のモンスターで2つの役割を持ってるのか。ドアのゴールのごとく氷結する、あなたの刃、対抗者たる我が名はウンディーヴ、水の決心、水の王。閃光を駆け抜けよ、闇を切り裂け、対抗者たる我が名はルクス、光の決心、光の王。闇をすさめ、光を飲み干し、夜の安寧を。対抗者たる我が名は正義、闇の決心、闇の王。おい、ふざけんなよ。三面同時だと。アイスクルエッジ、ライトバースト、ダークロー、5人編成のパーティーを作れ。それぞれ別方向から攻撃、一箇所にまとまらず敵の狙いを分散させろ。シャクティ、敵のこの魔法、ここまで来る途中展開されていた迎撃魔法と種類が似通っている。属性のパターンが同じだ。
威力は比べるまでもないがな。これ単発だけでも絶大な火力だ。魔力の流動を制御している。おそらく柱に座るあの3つの顔が迷宮の魔法を操る機関。シャクティ、もう一つ悪い知らせだ。敵は正面の柱以外にもあらゆる位置から砲撃を放てるらしい。これは後方から、いや全方位から。敵の柱の下部、あれはデミスピリット本体を守るための防衛機関。自らも強力な魔法を操りながら、この10層全体に迎撃魔法を展開させる防衛機構にして砲撃装置だ。上の本体をデミスピリットと呼ぶのなら、あの3つの顔はスピリットオルターといったところかな。ちょっと待って！あらゆる角度から放たれる魔法の雨、迷宮そのものが仕掛ける超砲撃戦だと。勝てるのかフィン。勝つ。それ以外におられるように未来はない。全部隊、まずは柱の下部を狙え。迷宮全体の迎撃手段を沈黙させる。急げ、野良窓は！フィンたちはもう始めてやがれ！はい、ベイトさん。心が静か。都市の命運をかけた戦いだっていうのに、呪文をいくらでも紡げる。分かってる。これはただの覚悟。私は何かが起こるって分かってる。敵襲！仮面のクリーチャー。レフィーヤ、下がって。私たちが。ダイダロスオーブ。扉なんてどこにもない。今さら何を。引け。あ、床を覆っていた肉が引いて扉が。落ちろ。レフィーヤ！ベイトさん！クリーチャーも穴の中へ。それに床をまた緑肉が覆って。アキさん、ダメです！追えません！部隊の前方、約半数が持ってかれました！団長、敵の罠にかかりました。縦穴に落ちてベイトたちが10層より下に。合流は可能か。いいえ、レフィーヤたちが落ちた地点が割り出せません。縦穴を利用しようにも、すでに祭壇の蘇生で塞がれています。アキたちは進撃を続行しろ。待機させている予備隊をそちらに回す。直ちにデミスピリットを叩け。そんな。了解。リーネ、みんな行くわよ。
リベリア、来る。部隊、止まれ。来たな、アリア。決着だ。私とお前の最後の戦いだ。リベリア、行かせて。分かった。負けるな。勝て。帰ってこい。北条はいるまい。いらない。残す言葉もあるまい。必要ない。私があなたを倒す。あなたを倒して全て終わらせる。聞いたことがあるな、その類の総合。24階層の時だ。私に一度負けたお前はあの時も人形をやめ、瞳を燃やし、生意気な口を聞いていた。なら私は同じことを言う。あなたには負けない。いいだろう、やるぞ。真実怪物だという敵を人として捉えている以上、お前に勝機はないだろう。お前の剣の本質は人と戦う剣ではなく、怪物を殺す剣だ。行くよ。何？テンペスト、アベンジャー。なんだ、負傷が止まった。共鳴、いや強行、合図か。なんだそれは。アリ、貴様、その肉のうちに何を飼っていた。ニゼル、何？倒す。はあ！いや！12階層、二層分もの階層を貫いただと。ここでいい。アリア、貴様、どこにそんな化け物を飼っていた。なぜ今までそれを使わなかった。使えなかった。
あなたをずっと人だと思い込もうとしてた。すごい力を持っていた。言葉を交わせるあなたはモンスターじゃないって心のどこかで思ってた。でもあの人と戦って教えてもらった。あなたに勝つには私のすべてを使い切らなきゃダメだって。人の言葉を話すモンスターがいた。人の心を持った竜がいた。怪物の心を持つあなたとは真逆。私は見極める。誰が人で誰が怪物なのか、この力を誰に向けるのか、私は自分の目で確かめる。変わったな、アリア。ああ、お前は変わった。最初に会った時と比べてどうだ。お前はそんな目をしたことがなかった。むしろ、奥底を黒く淀ませていたお前の瞳は私側に近かった。何がお前を変えた？どうしてそこまで強くなる？私は初めてお前自身に興味を持ったぞ。アリア、今日までお前は私の全てだ。お前を奪うことが私の仕事だった。私はこの世のすべてをくだらないと思っている。こうして自分の生きている意味さえ不確かだ。守ってやらなくてはならないものがあるとはいえ、惰性に違いなかった。だがお前を追う時だけは、お前と相対する時だけは、私は存外愉快だったのかもしれん。お前と剣を交えている時だけは、かつての冒険者のように夢中になっているのかもしれない。かつての冒険者だから今その姿になり果てたお前と対峙できて嬉しいのだろう。私は違う。あなたは私の敵、そして通過点。私はあなたを倒して私の願いを叶えに行く。お前はそういうやつだったな、アリア。人形のような顔をして小娘のように負けん気が強く、ひどく生意気だ。だがそれでいい、それがいい。貴様は床に、肉に手を突き込んだ。よこせ、分身ども。肉が侵食。違う、これは鎧。お前が変わったというのなら、私も変わらなければ。始めるぞ。今度こそ私たちの戦いを。